ばんは。こんばんは。お待たせいたしました。待ってないか。こんばんは。すごく眠たくてうとうとしてたらこんな時間でした。こんばんは。ぐっすり眠れそう。こんばんは。間違いのグレープ。私も捕まえた。こんばんは。色違いじゃないけど。てますか。どうだろう。すごかったですけどね。怖くない。寝起きで頭が回る。こんばんは。ナダルベストでね。ありがたい。ありがとうございます。こんばんは。ランキングなのがすごい。本当に2022年あのアダルのものの年と言っても過言ではないというか、おかしくはないというか、そんな感じですね。にとってね。こんばんは。わ、ドラクエトレジャーズ楽しんでおります。おお、そうなの。こんばんは。ごめんなさい。すごく眠たくて。うとうとしているかもしれません。花だらでして知りました。ありがとうございます。
ばんは。こんばんは。でクリスマスコンサートたくさん練習していて、現実ね、すごくワクワクですよ皆さん。ああ、ホワイトクリスマスになりそうなんじゃん。あ、カメラ練習ね、カメコタイムもあるので、うん、確かにホワイトクリスマス素敵な感じするけど、交通網は降ってない方がいいのか。確かに。こんばんは。どうだろうね、あさって雪。なんか今日もね、すごく変な降り方というか、もうおーおー吹雪みたいな感じからの、あのぴったり止む、でまた数分後にすごい細かいのが降ってるみたいな不思議な天気だった。夜じゃけど、広島って寒いのね。うーん、そうですね、これはやばいってみんな言ってた、街行く人が。私はね、黙々と歩いてたんですけど、やばいね、これはやばい。すごかったです。しかも今日に限ってあれ、マフラーをねつけていくのを忘れて、そういつもね首が寒いと、というか首があったかいとあったかく感じるんですよ、全体的に。だからそう、首系はさつけとった方がいいよ、あったかいもの。手首、足首ね、首。それを今日は持っていくのを忘れたので、余計より寒かった。今日私の誕生日です。お、黒田大地さん
お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。おめでとう。手首足首を首系っていうの初めて聞いた。え、嘘、言わないんですか。長老後編ね。限定の言葉じゃないでしょ。どうなんだろう。一応のクルージングありがとうございました。私も今日誕生日なので一言もらえたら嬉しいです。ゆうやさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。この前ぶりです。クリスマス3日前、クリスマス3日前お誕生日の方で3日後、え、ケーキいっぱい食べるんかな。12月プレゼントいっぱいなんかな。12月、ケーキのプレート2枚。うん、家族でケーキ食べますよ。うち誰の誕生日でも、なんかね、ホールの時もあれば、ホールじゃない時もあるけど、あのこんぐらいのね、素敵なケーキを買って3人で分け合いながら、全部分け合いながら食べたりとか、3等分にして、そしたら3種類食べれるじゃん。そう、毎年だから。クリスマスはどうだろう、食べるかな。クリスマスの記憶あんまりないかも。クリスマスって毎年踊ってるイメージしかないかも。こんばんは。当日がっていうわけじゃないですけど、でもあの チキンは食べるかも。なんかごってごてじゃなくて、お肉系、チキンでもないかも、ビーフかもしれない。お肉系は食べる。そういう感じで家族で楽しみますよ。うちは誕生日もケーキ食べるし、次元3回は食べる。はい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位キミさん、12位プロダクトアートさん、11位ブルーさん、10位テリーピーさん、9位かわいいの代名詞さん、8位デブニアンさん、7位長谷川さん、6位シギさん、5位マモルンさん、4位坪井祐介さん、3位ジュノラゴさん、2位ユキさん、そして1位はドゥルルンジちゃん、ナッカーさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンジちゃん、パラレルさんでした。
ありがとうございます。皆さんありがとうございました。はい、ということで、また会いましょう。